こんにちは、ゴルフ飛ばしてなんぼの小池翔司です。どうですか皆さん、ドライバー飛ばしていますか？今回はスイングを変えないで飛ばす方法をお伝えいたします。どうでしょう、ドライバーを飛ばそうとスイングをあれこれ変えてみても飛距離アップにつながらなかった方や、何かもっと簡単に飛距離アップできる方法がないかと思っている方も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のためにスイングを変えないで飛ばす方法を3つお伝えいたします。ドライバーの飛距離アップ方法はスイングを変えるだけではありません。今のスイングのままで飛ばす方法を知りたい方は必見です。飛ばしてなんぼ。スイングを変えないで飛ばす方法、1つ目はシャフトを変えるということです。どうですか、今使っているシャフトはあなたに合っていますか？シャフトの合う合わないによってドライバーの飛距離が10ヤード20ヤードが簡単に変わってしまいます。ドライバーの購入の時は試打して決めたと思いますが、購入してから 2,3 年以上経つとスイングが良くも悪くも変化している場合がありますので、シャフトを見直すことをお勧めいたします。私もドライバーシャフトを見直して飛距離特化型ブランドラファールにチェンジいたしました。以前のシャフトよりヘッドスピードが上がり、叩きに行っても当たり負けしないので安心して打つことができるんですよね。個人的には10ヤード以上伸びました。興味のある方は概要欄に URL を貼っておきます。ではシャフトの基本的なことからお話しいたします。自分の今使っているシャフトがどうなっているかチェックいたしましょう。まずはドライバーのシャフトの重量ですが、一般の男性ゴルファーでしたら 50g 台から 60g 台の重量帯が標準になります。次はシャフトの硬さです。シャフトの硬さの表示は一般的には R、SR、S、X とありますが、 R が柔らかく X が硬くなります。一般の男性ゴルファーの方でしたら SR、S が標準になります。シャフトの硬さはヘッドスピードにより合う硬さが変わってきます。目安としてヘッドスピードが40前後なら R、43前後なら SR、 46前後なら S、 48以上なら X になります。注意点としてオリジナルシャフトからカスタムのシャフトにした場合、同じフレックスの表示でも硬さが硬くなる場合がありますので気をつけましょう。次はキックポイントですが、シャフトのしなる場所です。大きく分けて先調子、中調子、元調子に分けられます。特徴としては先調子はボールが捕まりやすく、ボールが上がりやすくなります。元調子はボールが捕まりづらく、ボールが低くなります。中調子はその中間になります。これはあくまでも目安であって個人差はあります。今度は自分に合うシャフトの選び方ですが、選び方には順序があります。私なりの選び方はこのようになっています。1、まず最初は振り心地です。クラブを振った時に何か重いとか軽いとか、硬い、柔らかい、振りづらいなど違和感があるとよくありません。ストレスなく気持ちよく振れるシャフトを選択いたします。2、次は曲がらないことです。何球かに1球まっすぐ飛距離が抜群に飛んでいても左右にばらつくようなシャフトは合っていません。曲がらないシャフトはタイミングが合っているシャフトですので、それを選択いたします。3、次は振りに行っても曲がらず飛んでくれるシャフトです。普通に打ったらそこそこまっすぐ飛ぶけれど、振りに行った時に曲がるシャフトは NG です。飛ばそうと振りに行っても曲がらないシャフトを選択いたします。この3つをクリアしてその中から一番飛ぶシャフトを選択いたします。いろいろなシャフトを試打する機会を作って、今より10ヤード20ヤード飛ぶ自分に合うシャフトを見つけましょう。
飛ばしてなんぼ。スイングを変えないで飛ばす方法2つ目はカチャカチャを使うということです。どうですか、ドライバーのカチャカチャ使っていますか。カチャカチャ機能とはいわゆるネック調節機能のことで、フェースの向き、来角、ロフト角を変更できる便利な機能のことです。一般のゴルファーの方はカチャカチャ機能をドライバー購入時に調整して結局そのままにしている方も多いのではないでしょうか。この機能を利用することによってボールの高さを高くしたり低くしたり、スピン量を多くしたり少なくしたり、スライスやフックを軽減することができます。このカチャカチャ機能を利用しないで飛距離を損している方がとても多いです。では実際にカチャカチャ機能を使って比較していきましょう。今回はテーラーメイドのカチャカチャです。まずは目安になるスタンダードロフト設定です。この設定では構えた時にフェースの向きはスクエアになっています。弾道も中弾道になります。次はハイヤー設定です。この設定ではフェースがやや左を向き、ロフトが多くなります。そのため棒の弾道はスタンダードより高くなり、スピン量も多くなります。そして棒の捕まりが良くなり、フック系のボールが出やすくなります。ですのでスライスする方や弾道が低い方、スピン量の少ない方はハイヤー設定にすることによって飛距離を伸ばすことができます。次はロアー設定です。この設定ではフェースがやや右を向き、ロフトが少なくなります。そのため棒の弾道はスタンダードより低くなり、スピン量が少なくなります。そしてボールは捕まりづらく、スライス系のボールが出やすくなります。ですのでフックする方や弾道が高い方、スピン量が多い方などはロアー設定にすることによって飛距離を伸ばすことができます。このカチャカチャ機能は球筋、ヘッドスピード、打ち方によって設定が変わってきます。まずはいろいろと試して自分の理想のポジションを見つけて飛距離アップいたしましょう。飛ばしてなんぼ。スイングを変えないで飛ばす方法3つ目は T の高さです。どうですか、ドライバーの T の高さが低い方いらっしゃいませんか。意外と自分ではT の高さが低いと思っていない方が多いものです。このようにドライバーのヘッドからボールがあまり出ていない方は T の高さが低いと思って良いでしょう。 T の高さが低いとボールを上から打ちに行くイメージになりやすく、アドレスで右肩が前に出やすくなります。その構えからバックスイングをすると肩の回転が浅くなり、カット打ちのスイングで飛ばすことができません。では実際にティーを低くして打ちます。カット打ちになりスライスボールになって飛んでいません。ですのでドライバーのティーの高さはヘッドからボール半分くらい出るようにセットすることが大切です。 T の高さが高いとややアッパーブローのイメージを持つことができます。スイングを変える意識がなくてもイメージを変えるだけで自然とアッパーブローの打ち方になるものです。アッパーブローの打ち方になるとカット打ちにはなりづらく、インサイドからクラブを下ろすことができます。そうすると捕まった打ち方になり、高い弾道で飛ばすことができます。では実際にティーを高くして打ちます。アッパーブローで打てていて飛んでいます。もう一発打ちます。高弾道で飛ばすことができます。 T の高さが低かった方は T の高さを高くすることで飛ばすことができます。